協力隊井上さんの案内で初めてのバレルサウナに、鶴居村役場の職員加護さんも緊急参戦。前半の様子は弟子屈町公式チャンネルでご覧ください。それでは後半戦スタート。うわー、もう気持ちいい。もうすでに気持ちいい。あー、係長行ってください。じゃあすみません、お先に。はい、お先に行っちゃって。おー、いやすげえ綺麗。続いて私川上も。おお、これやばい。おお、わあ気持ちいい。うわ、キンキン。それもそのはず、この時の水温は 8.9 度と1桁。この水は敷地内の井戸水から汲み上げているため、冷却システムなどを使っていないそうなんです。さあ、ついに整いの時間と思いきや。もうこれ整ったじゃなくて置いてきた。置いてきた。今日は整いタイムならぬ置いてきたタイムです。いや、白樺に見守られてますね。このね、もう景色がとんでもないわ。本当なんもないですからね。何の音もしないし。係長、どうでした初体験のバレルサウナ。いや、もう本当にあれですね。この平日に置いてきたーですね。仕事も何もかもすべて、日頃のストレスすべて置いてきたーって感じですね。これ流行るかな、新しく。伊藤さん、はい。まあ分かってはいましたけど、はい、本当に優勝です。ありがとうございます。やっぱせっかく北海道にいるなら、こういうサウナの楽しみ方はやっぱしないともったいないですからね。でなんかこれって多分地元の人も意外と改めてやることによってその身の回りのこの環境の良さとか、そうなんですよね、すごい気づきがある。はい、多くの人に高校優勝だねって言ってもらえるのが何よりも嬉しいですね。鶴居村の大自然でサウナの極上体験を満喫できました。もうちょっと今日この後なんかいろいろあるみたいなんですけど、はい、一応井上さん、もう僕らここでダメです。まだちゃんと紹介したいところあるんで。最初ちょっと今サウナで整った後にやっぱり、まあ、サウナーとしてはこれサ飯ってよく言うんですけど、腹が減ってくるんですよね。まだ井上さん、そこら辺はこの後もちろんご用意してます。マジっすか。じゃあちょっとこのままそちらの方に向かいますか。はい、ということでまずはバレルサウナまなび教員からお伝えしました。続いてやってきたのは、もうね、めちゃめちゃおしゃれな場所ですね、ここは。はい、ここファームイントーチっていう、はい、はい、一棟貸ししているところなんですけど、なんとお散歩がいるんです。あ、あれですね。はい。あ、本当だ、みんなこっち見てくれてる。そうなんですよ。ここで、餌やりとか触ったりとか、お散歩と遊べる馬のいるお宿になっています。ですね、じゃあ、そしてこの中で今日は。はい。サ飯を。さあ、どんなサ飯が待っているのか。そういえばあの人は、あれ、加古さんは、加古さんは置いてきた仕事に戻られました。あ、そうなんだ。ここには来てないですね。加古さんの分までしっかりお伝えします。さあ、建物の中に入ってみると、おー、すげー。ですよね。何これ。うわー。お、おー。めちゃめちゃ。お、本当だ。え、これ使えるんですかね。使えます。あ、じゃあ夜ここで、はい、これで星見たりとか。はい。他にも広いロフトスペースがあり、Wi-Fi も完備されているため、家族旅行やワーケーション施設としても利用することができます。最高の素晴らしい場所ですけども、サ飯は一体何になるんですか。見てもらった方が早い。なるほどね。そっかそっか、わかりました。じゃあちょっと一回スタンバイして待ちます。はい、はい、今役場職員の方がすごいね、まだはい、はい、じゃあ楽しみにしてます。これは一体何なんですか？これは鶴居の鹿肉です。鹿肉。はい。本日いただくのは鶴居村の特産品にもなっているジビエ料理です。早速いただく前に今日のシェフをお呼びしましょう。鶴居村役場企画財政課の、地域おこし協力隊担当していただいている和田さんです。どうも皆さんこんにちは。シェフの和田明です。どうぞよろしくお願いします。このノリがいい和田さんはどこかで見覚えが。和田さんしめちゃんのチャンネルでも、はい、出ていらっしゃった本当に協力隊のいろいろ窓口とか、はい、取材とかも一緒に結構行かれてるんです。そうですね。じゃあせっかくなんで、はい、和田さんも一緒にジビエ料理ここから食べていきたいなと思います。さあ鶴居村のジビエ料理のお味は。お、柔らかい。うん、本州にいる人からするとジビエ料理ってやっぱそのちょっと臭みのイメージがやっぱりあるんですけども、臭みも全然なくてすごい美味しいです。鹿って言われないと鹿肉なんだってわからないですよね。鶴居村では捕獲したエゾシカをすぐに解体し熟成させることで美味しい鹿肉をいただくことができるんです。鶴居村はじめこの釧路県域ってそのエゾシカによる農業被害がすごい多くて、このエゾシカを捕獲しようっていうような取り組みしてたんですけど、最近ではですね有効活用しようっていう、取り組みが盛んになってきてですね、こういう美味しい鹿肉食べることができるようになってますね。いやーもう本当に井上さん今日は朝からありがとうございました。改めてこの手鹿課長のいやちょっと待ってください、はい、ちょっとですね特産品の方を用意しておりまして。あ、まだあるんですか？そうなんです。鶴居で長く愛されてきた鶴居ジンギスカン、このお肉を用意させていただいておりますので、はい、ぜひご賞味いただけたらなと思います。はい、お願いします。はい、できました。ありがとうございます。こちらは松井商店さんが販売しているジンギスカン。創業以来変わらぬ秘伝のタレを使用していて、鶴居村の方々に愛されているジンギスカンです。で、この肉はじめですね、さっきの肉もそうなんですけども、鶴居村のふるさと納税の返礼品にもなっておりますので、ぜひ寄付の方をご検討いただけたらなと思います。すごいしっかりカメラ目線でいただきました。ありがとうございます。ジンギスカンをいただきたいと思います。いただきます。お、ああ、白飯。おいしい。重たくない油というか、割とさっぱりしてて。井上さんもよく食べるんですか？焼肉とかってなったら、やっぱりジンギスカン食べます。ということで、改めてですが、本当に美味しいお肉も、そしてサウナ。お話していただいてありがとうございました。井上さんもあんまり普段は顔出ししてないと思うんです。ぜひ手鹿の皆さんにもなんか一言もらってもいいですか？私も手鹿が大好きでよく行くんですけど、インスタグラムとか鶴居村 YouTube も発信してるので、ぜひ見ていただいて手鹿側の方にも鶴居村にも遊びに来ていただけたらと思います。そして和田さんも、和田シェフも今回はありがとうございました。今後も僕らも鶴居さんの動画いろいろ楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ということで今回はコラボ企画鶴居村の皆さん、そして手鹿課長公式チャンネルでお伝えしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。翌日の朝、井上さんが丹頂鶴の撮影スポットにもなっている音羽橋に連れて行ってくれました。おお、いるじゃん。いるどう何羽ぐらいいる？え、めっちゃいる。やば。あ、ほんとだ。2、30はいいんじゃん。ほんとだ。朝早く飛び立っていく丹頂鶴を見ることができ、最後まで鶴居村の魅力を存分に感じることができました。撮影に協力していただいた鶴居村の皆さん、本当にありがとうございました。